鎌倉市民の皆様、こんにちは。引き続きこの2年間、鎌倉市医師会の皆務を取りまとめていくことになりました会長の山口康史でございます。コロナ禍の間、鎌倉市医師会は市民の皆様のために PCR センター、急遽夜間診療所等の発熱外来、そしてワクチン事業や、自宅療養者のサポートをするコロナサポート鎌倉など、さまざまな事業をやってまいりました。幸いコロナ禍も終わり、平常時に戻りました。現在はこの3年間に、やれなかったことを一つ一つ取り組んでいきたいというふうに、考えております。まずは、休日夜間診療所でございますが、おかげさまで、市民の皆様方の認知も進み、救急をきちっと見れる診療所ということで、来院数も増えてまいりました。引き続き、休日休館診療所の医療を進めていきたいと思っておるんですが、現在は材木座の旧保育園を利用して行っております。でこちらの利用が、来年3月までということに、市との契約でなっておりまして、今後の場所等まだ決まってないということがございます。このあたりも市と協議をしながら、市民の皆様が、夜間そして、休日に、きちっと医療を受けられる体制を作っていきたいというふうに思っております。また、最近の線状降水帯や台風、そして地震など災害についても現在問題になっておりますが、その災害の時も医療が滞りなく行えるような災害時医療につきましても、今後市と協議をしながらできる体制を整えていきたいというふうに思っております。また一般的な厚生事業ですが、市民健診や帯状疱疹のワクチンを含む各種予防接種など、市民向けの今までの事業もより一層市民の方々のためになるものを作っていきたいというふうに考えております。以上、直近の課題をお話しいたしましたが、これら鎌倉市医師会の活動を市民の皆様方にはご理解をいただいて、ご支援をいただければというふうに思っております。皆さんこんにちは。大船中央病院脳神経外科部長副院長の高室明と申します。今回引き続いて鎌倉医師会災害担当医療安全担当の理事を務めさせていただきます。理事就任でも4年経ったんですけれども、コロナ禍と重なってしまったということもあって、本来理事になった時からその現在の鎌倉市の防災計画あるいは救護所の問題を現状に即した新しい形に変えていこうと思っていたんですが、コロナで足をすくわれて全くこの3年間ほぼ動けない状況でした。で、ようやくコロナも収まってきましたので、当初の計画でその鎌倉医師会に救急担当の医師が誰もいなかったんですね。で僕が理事になってから、湘南鎌倉の先生とうちの救急のドクターと2名の救急のドクターに鎌倉医師会に入っていただきまして、これからその、救護所も含め災害時の医療対応ということでどんどん相談をしていこうかなと思っているところです。現状の救護所に関してはもう、10年以上昔の体制のままなので、かなりその現状に即してないところがあるので、それをこれからいろんな方々と、もちろん鎌倉市あるいは歯科医師会薬剤師会とも相談を重ねながら、現状に即した新しい形に変えていこうと思っています。まだまだ力の足らない自分ですけれども頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。三宅子ども委員の三宅泉です。この度母子保健に加えて公衆衛生の方を担当させていただくことになりました。
ご処方券は前回から継続という形で引き受けさせていただきました。公衆衛生に関しては初めてなんですけれども、主に感染症対策、予防接種対策が中心となると考えております。いずれにおきましても、市民の皆様と、自治体と、鎌倉市医師会との緊密な連携を、保って、努力していきたいと考えております。よろしくお願いします。こんばんは。この度鎌倉市医師会理事に就任いたしました倉岡隆と申します。岡本2丁目で倉岡胃腸科内科を開業しております。医師会では3期目の理事就任となり、職務は前2期同様、市民健診と健康保険を担当することになりました。前2期の4年間はそのほとんどがコロナ禍と重なり、市民健診と健康保険の分野でも前例のない臨時的な事柄に多く対応することとなり、余裕が持てずやっつけ仕事になってしまったのではないかと反省しております。今期はこれまでの反省と経験を生かし、鎌倉市民と医師会のために集大成となるような仕事をしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。湘南大船クリニックの長谷川と申します。鎌倉市の医師会では地域保険の担当理事を務めさせていただきます。コロナの時の経験を生かして、今後地域のために一生懸命頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三松沖道と申します。私は今回、福祉から病院会、勤務医、そして病診連携の担当の理事を拝命いたしました。喫緊の私に与えられた課題としては、一つは働き方、医師の働き方改革、いかに、地域の医療、特に夜間や休日の救急を破綻させずに働き方改革を実現させるか、さらに、少子高齢化の波が我々の世界にも押し寄せておりまして、事業の承継の問題、これらに今年は今回は取り組む所存でございます。さらに、私、病院会、整形医会もさせていただいてますので、できれば神奈川の市民の、鎌倉の市民の皆さんに骨粗しょう症の検診をしっかり受けていただいて、診断がついたならば治療を受けていただくような、そういう取り組みにも励んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。タルマン寺本穂波と申します。今期から初めて、鎌倉市医師会の理事となることになりました。学術および健康スポーツ医学の方を担当させていただくことになっております。今まで全くの未経験ではありますけれども、いろいろな先生方から教えていただきながら、鎌倉市の市民の皆さんの健康のために尽くしたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。大船スバルクリニックの大山郁夫と申します。専門は精神科です。今回鎌倉市医師会の理事として初めて選任されました。どれぐらいお役に立てるかは分かりませんが、自分の持っている知識と、皆様の協力でなるべく地域に貢献していきたいと考えております。どうか今後よろしくお願いします。こんにちは。鎌倉市医師会の幹事を拝命いたしました、御成町にありますふれあい鎌倉ホスピタルの峰野元明です。幹事の主な仕事は、医師会での先生方の業務が適正に行われているか、また財産の状況はきちんとなっているかなどを日々チェックしていくことが私ども幹事の仕事です。会議で先生方が活発に議論をし、また民主的に運営され適正な会計処理が行われているかを確認していくことが仕事です。一刻を争う救急医療、
お誕生日検診やがん検診、予防注射やワクチン、そして最後まで自宅で過ごしたいという在宅医療と、医師会の業務は広範囲に及んでいます。これらの業務をスムーズにタイムリーに進めていくことが私どもの仕事だと思っております。後藤眼科の後藤英樹先生と一緒に力を合わせて幹事の仕事をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は後藤眼科医院の後藤英樹です。鎌倉市の医師会で、幹事を、やらせていただくことになりました。引き続きよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。浜田耳鼻咽喉科医院浜田彩子です。昭和15年私の祖父が大船駅の東口で開業して以来80年余り地域医療に微力ながら尽力してまいりました。今回私は総会議長として医師会活動に参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。鎌倉皮膚科クリニックの浅井俊子と申します。この度初めて鎌倉市医師会の総会副議長に選任されました。鎌倉で開業して17年になりますので、そろそろ鎌倉の皆さんに何かお役に立てればと思い、頑張ってまいりたいと思います。いろいろと至りませんがどうぞよろしくお願いいたします。